皆さんこんにちは、みきまるです。今日はこちら。先日年末年始の購入品動画でコストコで収納ボックスを購入してきました。その時に、コメント欄でどのように活用しているか教えてくださいということでリクエストをいただいていたので、今日はそちらをお見せしようかなと思います。コストコで購入した収納ボックスなんですけれども、食器棚の中にちょうど収まったのでそちらをお見せしようかなと思います。食器棚収納の動画はかなり初期の頃に上げていると思うんですけれども、今回はこちら。お時間ある方はぜひご覧ください。それでは早速、こちらの我が家が今使っている食器棚はニトリで購入しました。はい、食器棚はこんな感じになっています。まあ普通にね、よくある食器棚です。では開けていきたいと思います。まずはですね、こちらの扉に貼ってあるカッティングシート、本当はすりガラスだったんですけれども、ちょっとね、中が結構丸見えになってしまう感じだったので自分で購入して貼りました。確かね、ホームセンターとかで売っていたカッティングシートだったと思うんですけれども、これをね貼ったら結構中が見えなくなったのですごく気に入ってます。そしたら開けていきたいと思います。こんな感じになっています。食器棚なんですけれども、半分は食器棚として活用ではなくて結構こういうのが入ってしまってますね。ちょっと手ぶれがひどかったらすいません。まずこちらの食器棚っていうのは本当にあまり使わないもの、普段使わないものが入っています。で、上から説明していくと、説明するほどでもないんですけど、まずあっちの一番隅にあるのは、子どもたちが小学生の時にお弁当をね、運動会とか家族全員で食べるっていうことだったので、すごく大きな重箱みたいなお弁当を作っていつも持って行ったものです。もうね、最近は全然活用することがなく寂しく一番上にしまってあります。で、隣が、ラーメンの丼で、こちらのものがお客さん用の夏用のグラスが置いてあります。あと下に来ると、これはステューシーでもらったノベルティのグラスかなんかがたくさんあるのでしまっています。あとこの真ん中のものは本当に全然使わない食器が入っています。で、右側のこちらはお客さん用の湯飲みだったり、カップが置いてあります。はい。で、下に来るとこちらは IKEA で購入したお皿ですね。これもかなり大きいのであまり頻繁に出番がなく、こちらのあまり使わない方の食器棚にしまってあります。はい。そしてこの右側に来るとこちらはですね、ダイソーで購入した、引き出しになります。これに私がほぼ飲むこういうミルクティーとか、あとはカフェオレ、レモンティーとかね、まあ夫もたまに飲むんですけど、あ、アップルティーか。アップルティーとかね。夫もたまに飲むんですけれども、まあ、ここにスティックのものは一応しまってあります。すぐにねさっと取り出せるので、かさばらずにとってもこれ役に立っています。はい、こんな感じです。で、下に行きます。はい、ここでコストコの収納ボックスを使いました。もうね、ここはねお皿とか全然関係なく私の本当にものがいっぱい入っているんですけれども、決して綺麗ではありませんのでご了承ください。はい、こっちはもう本当に子どもたちの学校から持ってきた書類とかプリントを一時保管するために入れています。まあ、なくしちゃいけないものとかね、ちょっとしばらく取っておかないとっていうものをクリアファイルに入れて置いてあります。で、こちらは茶封筒、
これも本当に子どもたち学校に提出する書類で茶封筒に入れてきてくださいとかっていうことが多いので、まあ、ここに全部しまってあります。あとは冠婚葬祭用の封筒もうですね、40過ぎたあたりからお葬式がもう本当に年に何回も頻繁にあって、とりあえずここにもうご霊前とかご仏前とか、お香典とか結構全種類ここにストックしてあります。そしてこちら、こちらがコストコで購入してきた収納ボックスになります。ホワイトとブルーとグレーがあったんですけれども、ちょっとグレーはメイクの方で使おうかなと思ってそちらにあります。でこの中には何が入ってるかというと、私のもうスキンメンテナンスケア用品が大量にストックだったり、今もう Now で使っているものが入っています。少し説明しようかな。アラフォーのスキンケア、まずはこのまつげ美容液、ビューティーラッシュですね。こちらを寝る前にせっせとまつげに塗り込んでいます。やるとやらないとではね違うかなっていうことで毎日、まつげ美容液は塗っています。あとね、ここら辺はブライコクリーム、これはピーリングです。私自分でピーリングをするので、これは日本では多分売っていないと思います。あとこれはもうヒトプラセンタジェル、ブライコクリームをやった後にプラセンタジェルを塗る。そうするとシミやシワの改善になって、毛穴が小さくなって肌がふっくらしてくるっていうねことだそうですなのでやってます。もう YouTuber さんで同じ年かな、多分すごくこの美容系のこととか医療系のことを発信している YouTuber さんがいらっしゃって、もう大体私それ見て結構買ってます。こちらは美容皮膚科でもらっている、まあよくあるねヒルロイドとかそんな感じですね。全身にも使えますし顔にも塗ったりします。こんな感じで私は作り上げられています。そしてこちらに移ると、もうこちらはですねボディークリームとか香り系のものが多いかな。これも以前初期の頃の動画で紹介したと思うんですけれども、スタジオクリップで購入した、ボディークリームなんですが、リリーガーデニアの香り、この香りね本当によくって、もう何個もリピートしてるんですけれども、でこの間コメントで同じの買いましたって言っていただいてすごく嬉しかったです。はい、そして最近購入してちょっとお気に入りなのが、無印で購入したマスクスプレー、ハッカの香りなんですけれども、これマスクにスプレーするだけじゃなくても、ちょっと出かける前に顔にシュッてスプレーして出かけるとすごくねすっきりした感じになるので、めちゃくちゃいいなと思って使っています。あとはもう本当にボディークリームですね、香り系のものばっかですね。ティップティップのこれよく夏つけてたやつ、オーローズの香り、こちらはねユニセックな感じの香りかな。ここで香水を振りかけてるわけでもないので、食器にねこのボディークリームの香りがなんかついちゃうとかっていうのはない感じですね。はい、でこちら一番隅に行くと、これはチョコレートです。朝ねどうしても糖分取りたいんですよ。なのでダイソーで購入したこの入れ物にチョコレートを入れて朝起きるとね2つぐらい食べてしまうんですけれども、でもそうすると目覚めがいいので食べています。はい、あとこちらはよく使うマニキュアが入っています。これは爪の美容液ですね。見えるかな、こんな感じです。私本当にね爪があまり強くないのですぐ2枚爪になってしまうんですよ。自分でサッと塗れるのが今の自分には一番合ってるかなと思ったので、やっぱりね爪が弱いっていうので、なるべくこの補強できるようなマニキュアを使っています。レイルネイルとかね、そんな感じのものを多く使っています。このケースも100均で売ってました。これ多分積み重ねできるのでもう少しね置けそうです。はい、そして下に行きます。こちらも全部ダイソーの収納ケースです。まず一番左はこちらは、洗ったエプロンをこちらに入れています。はい、そしてこちらが
じゃん。こちらもまた私の、あの、なんていうんですかね、シミ予防の美容皮膚科でもらっているこのシナールとかトラネキサム酸、あとビタミン E なんかがこの中に入っています。すごくねシミが濃いっていうわけではないんですけれども、まあ、これからどんどん浮き出てくるんではないかなと思うので、予防対策として朝晩必ずこちらは飲んでいます。じゃん、貯金箱これは24時間テレビの貯金箱ですね。愛は地球を救うです。よく1円とか5円って家に落ちてないですか？落ちてないですかね。我が家だけですかね。よくね落ちてるんですよ。なので落ちた1円とか5円とか10円はもう全部この中に募金しています。そしてこれがたまったら24時間テレビがやっている時に持っていこうかなとか思って、その時にね芸能人と握手できたら嬉しいななんて思いながら貯めてます。でも結構ねもうずっしり溜まってるんですよ。来年あたりは持っていけそうかもしれないです。はい。でこっちが500円玉貯金をしているので500円玉貯金まだね2枚ぐらいしか入ってないんですけどねはい、そんな感じです。そしてこちらの下の段はポケットティッシュとエコバッグが入っています。そしてこちらは薬ですね。病院でもらってきた夫や子供たちの薬が、ここに入っています。目薬もね入っていますね。次男が喘息持ちなので吸入器だったり、あとホクナリンテープ、ホクナリンテープってわかるかな皆さん、背中にね貼って気管支を広げるテープなんですけど、そういうのがねストックで入ってます。いつ発作が起きてもいいように、まあ、旅行行く時も必ず持っていきます。そしてこちらは YouTube を撮る時に使う三脚ですね。こういう三脚とか GoPro の三脚とかカメラとかね、あとこれはモバイルバッテリーなんですよ。フランフランで購入しました。だけどねこれちょっと重いんですけど、ここで充電したりするんですけど、可愛いんだけどねちょっとね持ち運びには重たいかもっていう感じだけど、まあ、今はこれを使ってます。そんな感じで撮影するものとかね、そういうものがここには入っています。そしてアクセサリーですね。もうね何でも食器棚に詰めちゃってる。参考にならないかもしれないんですけど、こちらのアクセサリーはもう私が本当に普段仕事とかねそういうので使うもの、あまりね大きくなくって派手派手しくないもの、こちらに置いてあります。こんな感じでね。そしてこちらもアクセサリーケースですね。もうね2階に取りに行くのがちょっと面倒くさくって、もうシーズン中はあまり変えずにこちらにしまっちゃってるんですけど、開けると普段ね仕事で使っている時計や、ちょっとお出かけでつけたいお気に入りの大ぶりアクセサリーなんかがここに入ってます。こんな感じでしまってます。これね結構便利なんですよ。これもニトリでね購入した入れ物なんですけど、これはこんな感じでしまって、普段パパッとつけるものはこの上に置いてあります。下の段はこれは遠近両用のメガネです。下の部分が薄く老眼が入っていますもうねこれがないと夜見えないので目が。はい。そしてこちらもねすごく最近お気に入りのピアスたちが入っています。見てこれすごい素敵じゃない。インスタでも紹介したんですけれども、バラコアクセサリーさんのピアスです。まだつけてないんですけれども、もうつけるのが楽しみ。こんな感じでね、これはくるくるっと、このアクセサリーケースどこで購入したかな、覚えてないんですけど、これも結構ね便利なんですよ。こんな感じでこういうねもの見てると日々テンションが上がるので、
なるべくこのしまい込まずに、その季節使うものは目に見えるところ、身近なところに置くようにしています。食器棚収納がアクセサリー紹介になっちゃったはい、こんな感じで収納してます。あ、ちなみにこっちちょっと開けてみると、まあね、開けてみても本当にあまりなんか参考になるような食器の置き方をしているわけではないので、何の工夫もなく本当に普段使いの食器が入っています。こういうのはダイソーの100均で購入して、まあ上も置けるようにしてるんですけれども、食器自体も上の方はあまり使わないものを置いて、そこから下はこの範囲はもう本当に常の普段使いの食器です。だいたい食器は私本当によく割ったりしてしまうので、あまりお高いものは持っていないです。100均のものもあれば IKEA やあとニトリ、あとはホームセンターとかのものでもう使い回している感じになりますね。はい、こんな感じです。参考にならない、すいません、はい、以上で我が家の食器棚の中身紹介を終わります。ちょっとね、参考になったかどうかはちょっとわからないんですけれども、とりあえずコストコで購入してきたボックスはあんな感じで使っています。なかなかね、収納が少ないとどうしても食器棚の中が私物であふれ返ってしまって、食器棚の役割をしてないかもしれないんですが、一応こんな感じになっております。この動画が少しでも皆さんのお役に立てたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。もう一つのコストコで購入したグレーの方は、こちらのメイクを入れるボックスで使っています。こんな感じですね、まあ、ストックなんかが入ってる感じになります。これもね、ちょうど収まったのでいいかなと思ってこちらで使いました。はい、以上みきまるがお送りいたしました。